多い。今釣り場に行きました。うわ、魚釣りが2人。結構多い。今釣り場に来ました。うわ、しないな。慣れるまでにちょっと時間かかるからね。まず待ってきそうに見えるんだって。そういう話になる。おるかもしれんよ、多分カサゴとかね。でも釣りがダメやろ、ここは絶対。それに車の置くとこもないし。でもこの先、タヌキのうんちだよ、さっきの。わ、逃げた。何あれ、タヌキ。タヌキやった、うん、よー、太ったタヌキ。マル、どうする、野生がおるで。何なの、黒いビニール。わからんよ、だからすごい人間が入ってんじゃない。気味悪いよね。あ、猫、猫か、あれ何や、キツネだ、猫か。キツネはいないね。ないやろ、多分猫だよ。猫や、ほら猫やね。舞島の裏道。うわ、怖ぁ。あれもいつもと違う匂いじゃないですか、これ。そうか、帰れるの、こっちで。まあまあ、方向的には。ムカデ、ムカデ。え、動いてる？いや、やめて、やめて、やめて。こんなとこのトイレ行ったらもう終わりやで。二度と出てこられへんだ。いや、そういうロゴなかなかじゃない。あ、猫や、うん、猫。悪い顔してるな。野生やで、完全に。この辺だと飼いならすって。やめやめやめ。ほら、うわ、怖っ。違うとこ見てるよ、マルオは。うん、違うね。行くよ、やめとけやめとけ。怖いね、ムカデに噛まれんようにね。
はしないな。慣れるまでにちょっと時間かかるからね、まず。慣れはできないもんね。口が震えてる。どっか行きたい。結構多い。何あれ。タヌキやった。あるどうする、新鮮が多いんだよ。